テレパス。他人の心の声が頭の中に飛び込んでくるんです。化け物か。化け物かもしれない。どうして私たちこうなったのかな。慣れるしかないよ。はい、ませ。どうも。どうぞどうぞ。あ、どうも。まあ、いっぱい。あ、どうも。恐れ入りますね。どうも。はい、あ、どうも。どうも。店長さん、心臓が悪いんですか？ペースメーカー埋められてますよね。どうして分かったんですか？お体大切に。あ、どうも。はい、これは何でしょう？ダイヤの7ハートのサワーメタル。じゃあ次からそれをこの紙に書いてください。はい、はい、後で答え合わせしましょうね。それじゃあ始めるわよ。はい、これはなんだ。こんにちは。ああ、いらっしゃい。父のノートのこと何か分かりましたか？座って。今子供たちを集めてテストしてたの。テスト？未知能力に敏感かどうかを確かめるテスト。トランプを使って。日田先生のノートにあったやり方よ。いいかな、瀬パパがこの中から1枚だけ覚えるから、それがなんだか当ててごらん。考えなくていい。頭に浮かんだカードを言ってごらん。なんせ時間を見つけて研究室に来てほしいそうです。あの、聞こえてます？行かない。え、聞こえなかった？どうしてですか？日田先生のノートがどれだけのものか知らないけど、そいつに何ができる？でも父の研究が危険だったかどうか分かるかもしれません。面白がってるだけだ。科学者なんて所詮俺たちを実験材料としか見てない。それでもいいじゃないですか。苦しいんでしょ、見たくもない未来を見て。私もです。人の心の中なんて覗きたくないんです。ちょっと。はい。同じやつ。かしこまりました。おお、
うまくいった。いやー、どうやったんだ、不思議だな。よかった、マジック好きで。うまいね君。ありがとうございます。失礼します。いやー面白いね。気に入っていただけて嬉しいです。例の物件ちょっとだけでいいんで見積もりを教えていただけませんか。いやそれとこれとは別だよ。そうですか。もう見たよ。いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。 ありがとうございます。この店長さん、中飛び建設の坂田です。ああそうですか、どうも初めまして。どうもよくいらっしゃいました。どうもいらっしゃいませ。お一人ですか。砂鳥さん、コウスケさん、東仙大学の砂鳥さん。すいません、お店忙しいので。改めて砂鳥です。どこまで進んでるの。木田先生のノートのこと。そのことで来たんだろう。予知能力を持つあなたが協力してくれれば研究は一気に進む。天星電機はなぜ未知能力の研究をしたんだ。使い心地のいい電化製品を作るため、いろんなチームが編成されて、私は人間工学からアプローチするグループだったんだけど、他に生理学、心理学、いろんな視点から研究を進めてた。未知能力も電化製品のためか。社内でも賛否両論あったし、実際の研究方法でも飛騨チームは暴走してる。私たちはそう思ってた。暴走？そして飛騨先生は自殺した。ノートにいろんな実験結果が書かれてるの。今追試してるの。だから協力して。俺たちの能力は俺たちがもともと持ってたものなのか、それとも飛騨先生が植え付けたものなのか。わからない。今の私にはそれしか言えない。ただ飛騨先生は見つけ出した、あなたたち6人を。七瀬さんも入れると7人の未知能力を持つ子供たちを。他の5人とは連絡取ってない。ああ、居場所もわからない。知らないな。愛は岩渕くん、他の KSGNT、 せめて名前だけでも知りたいの。覚えてないな。仲が良かったんでしょ。覚えてないことは忘れた。思い出して。あんたなんでそんな向きになってんだ。俺たちの能力に興味がなかったんじゃないのか。七瀬さんに会ったから。彼女私の心を読んだ。どうしてそんなことができるのか。科学者の血が騒いだか。その通り。俺たちを救いたいわけじゃないんだ。もちろん救いたいと思ってる。あんたたち科学者にとって俺たちはただの珍しい生き物にしか過ぎない。だってずっとここにいるわけにいかないじゃない。いていいって私が言ってるのに、どうして別の部屋借りなきゃいけないの。だって彼氏できたのかな。そうじゃないよ。え？あ、いや、ルリと一緒だと甘えちゃうから。甘えてよ。僕も甘えていい？いや。ダメ、おじさんたち心配してるよ。帰りなさい。心配なんかしないよ。来週施設に入るんだもん。ずっとここにいていいよ。養子にして。里親ってやつ？いいかも。私たちじゃ無理なの。そうなの。
いいんだ、僕なんか。両親死んだ時に寂しい人生になることは分かってたんだ。君、どうしてここにいるんだ。アルバイトです。岩渕康介と同じ店だよ。君たちどういう関係なんだ。康介さんを訪ねてこられたんでしょ。ああ、彼は出かけてますから。通り魔事件で怪しい動きをする彼を追っていたら君と会った。君は崖崩れを予知した。予知なんかしてません。しかし実際に崖崩れは起こり、電車が巻き込まれた。君は通り魔事件にも絡んできた。絡むどころか犯人逮捕に協力をしてくれた。犯人が妙なことを口走ってた。あの女は化け物だ。あの女、化け物だ。あれはどういう意味だ。私に聞かれても分かりません。本当失礼ですね。わけのわからないことは多すぎる。あ、お姉ちゃん一緒に見よ。よし、行くよ。せーの、ポン。すごい、こんなに近くで見てるのにトリックわかんない。本当？じゃあ次はね、ナナちゃん手出して、うん、さて次は何が出るでしょう。よっ。 あれドヘタだよね、ヘンリー。こいつはっきり言いすぎ。アキラ君まだいるの。ヘンリーに付き合わされてんの。いいよ、帰れよ。あの、もっとさ、びっくりするようなマジックはないわけ。ムカつくな。よし、驚くなよ。すごい。よし。すごい。すごい。ねえ、どうなってんの？教えてよ。秘密。わかんねえ。わかんない。おはようございます。ああ、おはよう。彼女はね、七瀬ちゃん。うちの女房。はじめまして。まあ可愛いわね。よろしくお願いします。僕、七瀬さんの友達のアキラです。お姉さんにはいつもお世話になってます。一度働いてるところを見たかったんですが、18歳未満お断りの店だっていうので、どんなにいかがわしい店かと想像を膨らませてきました。アキラ君。いやいや、ここはバーだから。アキラ君ね、いくつなの。広瀬アキラ、10歳です。そう、礼儀正しいのね。はい。西尾さん来たら通してくれよ。わかりました。はい、ナオコ行くよ。はい、西尾。西尾さん、経営コンサルタントなさってるんだがね、わかるんだよ、人の体のことは。そうなんですか。会った途端に言われたんだよ。ペースメーカーを埋め込んでますよねって。もうドキッとしたよ。従業員の方は誰も知らなかったそうですね。そうなんだよ、だからすごいんだよこの人。いやいや、そんな。信じさせる、簡単だ。あの、妻がどこを患ってるか分かりますか。手術をされてますね。な、何も話してないぞ。確かに妻はあの4年前に胃がんの手術をしてるんですよ。え、この人は本物だ。驚け、凡人どもが。最近夢を見るんです。
がんが再発する。本当のことをお伝えしてもいいですか？頼みます。残念ですが、がんは再発しています。信じたな。病院へ行こう、ナオコ。知らないでくれ。お気持ちは分かりますが、今病院に行っても発見されないでしょう。本当に小さいもので、もう少し大きくならないと検査には引っかかりません。でたらめ、面白い。何か？なんだこいつ。何でもありません。しかし検査に引っかかる大きさになった時にはもう手遅れです。だったら どうすればいいんですか？あなた、助けて。そうですね、仲のいい夫婦、虫ずま味をいたぶってやる。一緒にいてやりたいな。分かってます。じゃあ。どうした？お医者さんに見てもらった方がいいんじゃないですか？西尾さんね、今見てもわからないって言うんだよ。西尾さんは経営コンサルタントですよね。病気のことは専門のお医者さんに。まとまった金が必要だ。武志、岩渕康介。いやー驚いたよ。親父から岩渕って友達が来たとは聞いたけど。誰だか分からなかった。ほんま正直言うと。あ、お姉ちゃん。はい、コーヒーちょうだい。はい、かしこまりました。武志、元気そうだな。ああ、何してる？フリーターみたいなもんだよ。俺は親父の工務店手伝ってる。結婚もした。ガキもできたんだ、半年前に。写真見るか。ほら、かわいいな。出る。あ、ごめん。そうか、なんか用事があったんだよな。天生電機の研究所のこと覚えてるか？おう、もちろん。康介と出会った場所だもんな。いろんなテストやらされたよな。ああ、待って、カード当てとか背中に線を感じたら手を挙げるとかな。どっちの方が能力上か競ってたよな。あの頃は人と違ってることが嬉しかった。学校でも調子乗ってやってたな。俺さ、友達の前じゃスプーン曲げられなくてインチキ呼ばわりされた。俺も親に気味悪がられた。亡くなってせいせいしたよな。亡くなった？え、今もおるの？たけし、いつ亡くなったんだよ。もう、その前の。思い出してくれよ。は、これ。これ？いや、これ。本当にこれでいいの？いや、絶対にこれ。あれ、出してみ。ナナ、七瀬ちゃんと康介さんってどんな関係？なんで？なんでって。お姉さんのこと好きなの？お前直球だな。どうなのよ。悪いかよ。うわ、開き直った。なあ教えろよ、二人は付き合ってんのか？ただの仲間だよ。
仲間？そう。まだチャンスあるか。それはどうかな。はあ？おはようございます。おはよう。アキラくん、また来てたの？ヘンリーがマジック見てほしいって言うからさ。言ってないだろ。なんかやってよ。ねえ、コウスケさんは？え？ああ、まだだけど。やっぱりコウスケさんのことヘンリー嫉妬してるみたい。違うの、相談があるから。相談？僕じゃダメなの？ヘンリー、マジック見せて。七瀬ちゃんのリクエストなら。頑張って。よし。トリック使わないで、この前みたいに。シェーカー動かして。よし。あれ？日曜の僕たちの仲間だ。どうぞ。ああ、おはよう。あの、いかがでしょうか？なかなかいいですね。居抜きですぐ売れそうです。金額もご希望に添えると思います。ああ、もう助かります。店長、お店を売ろうとしてるんです。必要のない治療費のために奥さんを救いたい一心で。日照は紹介マージンに儲けるつもりか？お金が目的じゃないんです。幸せな夫婦を苦しめたい。私が医者に見せてくださいって言っても聞いてくれません。店長、西尾さんを信じきってるんです。店長を止めるには私が西尾さんの心を読んだことを話すしか。話したって信じるわけないだろ。能力のことは絶対に話すな、誰にも。だどうすればいいんですか？俺から店長を説得してみるよ。お願いします。ああ。コウスケさん、いいか、君は絶対に西尾と接触するな。はい。今日は店を休め。コウスケさん、店長に明日話すから。ユージ、金か。だろ、十何年も会ってない友達でもない奴にわざわざ電話かけてくる理由はさ。そんなに金に困ってそうに見えるか。まあな。金の話じゃない。だったら何だ。ユージ、今も予知能力あるのか？それをネタに脅すつもりか？違う、金なんかどうでもいい。どうなんの？安心しろよ、俺だって知られたくない。だよな。タケシは力が消えたそうだ。お前は絶好調だよ。金が余ってしょうがねえ。金儲けに使ってんのか？何に使えってんだよ。株面白いぞ。まああんまり派手にやりすぎるとやばいけどな。手っ取り早く金が欲しい時は競馬、競輪、競艇。予知能力で金儲けして楽しいか？ああ、
それよりさっきの話本当か？たけしの能力が消えたって。ああ、俺たちの能力も消えるのか？そうだと嬉しいけれど。冗談じゃない、冗談じゃねえぞ。研究所のこと覚えてるか？くっそ、いつ消えるんだ。今のうちに稼がなきゃ。お店を売る契約まともにそうだと聞きました。よかったですね、増田さん。ありがとうございます。ね、西尾さんね、命の恩人。いや、恩差ですよ。いや、とんでもないです。お待たせしました。この店は、あのババアは、こいつの夢潰してやる。何見てる？聞けない。なんか気づいてるのか？いらっしゃいませ。ルリいらっしゃい。お邪魔？全然。友達のルリ、彼女の家に泊めてもらってるの。真由美ルリです。どっちが名字か名前か分かりません。こちらヘンリーさん。ハーフなんですか？ステージネームです。冗談通じないタイプ。お席ご案内します。こちらにどうぞ。ね、例のコウスケ君は？ああ、今日は出番がないの。へえ、残念。イケメンなんでしょ？どうかな。はい。え、七瀬のおごり？ヘンリーのおごり？西尾さんから。私に一目惚れ？こんばんは。すいません、ごちそうになっちゃって。ああ、いえいえ、お二人の笑顔が素敵なので。ありがとうございます。あ、西尾です。すいません、私名刺持ってないんですけど。ああ、いいです、いいです。西尾雅人？ご存知なんですか？うん、最近知った。未知能力のこと調べてて、今までにも何度か超能力ブームがあったんだけど、25年前西尾雅人も超能力少年としてもてはやされた一人だった。だけどテレビ番組で一度だけインチキがバレたの。彼は本当に投資できますよ。まだ未熟だったんでしょう。緊張して力が発揮できなかった。でもみんなが期待してる。期待に応えなきゃ。でトリックを使った。そう認めて本人は謝ったの。でもマスコミ、世間は彼をバッシングした。最初から全部インチキだったんじゃないかって。多分その時の復讐のために。でも店長がバッシングしたわけじゃないでしょ。自分以外に